プロローグ。失われた魔法。1000年前、このイシュタリアに来襲し、英雄アイネアスに倒されたはずの邪竜ダルダンディスは、創世石クレーネジュエルの力により蘇った。私の名はアリオス・アレクトル。アイネアスの血を引く者だ。イシュタリア王軍の百騎長として無敵将軍ダイモスと共に各地でモンスター討伐の任務に当たっていた私は、数奇な運命と聖剣ドラゴンスレイヤーに導かれ、復活したダルダンディスと対決し、死闘の末ついに邪竜を打ち倒した。しかしこれは魔法がもたらした悲劇だった。人が魔法に執着する限り、このような悲劇は繰り返されるだろう。私は二度とこのような悲劇を招かないためにも、全ての魔法の源であるクレーネ・ジュエルを破壊することを決意した。魔法を拒むとは愚かな。そういうお前自身、これまで幾度となく魔法の恩恵に欲してきたではないか。援護だ、アリオス様を援護しろ。よくもアリオスを。よっとな。バラバラに攻撃しても効果はない。攻撃をクレーネジュエルの一点に集中させるんだ。さてと、どこ狙いましょうか、メディアお姉様。そうじゃな、一番当てやすいところといえば、ど真ん中、そこよ。はっ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 。たかが人間の分際で。危ない、みんな、みんな、私を滅ぼそうというのか。イスタリアに繁栄と平和をもたらしたこの私を。やめろ、やめて。こうしてクレーネ・ジュエルは砕け、イシュタリアから魔法の力は失われた。私のしたことが正しいことだったかどうかは正直なところわからない。しかし私は信じている。人は魔法などなくとも人間自身の力で生きていけるし、そうあるべきだと。
第1章、風が止んで。おーおー、やってるやってる。リュコス、この忙しいのに一体何をしに来たのです？何しに来たはないでしょ、ヌース。またまた長い旅に出るもんだから、しばしのお別れを言いに来たってのにさ。長い旅？また冒険ごっこですか。夢とロマンを探求する旅と言ってほしいな。それにイシタリア各地で俺様の仕入れた情報だってちゃんと役に立ってるでしょ。モンスターの残党の情報ならイシタリア自由戦士団を通じて遠征中のアリオス様に伝わっているはずです。モンスターや盗賊からイシタリアの民を守るイシタリア自由戦士団か。いかにもアリオスが考えそうなことだな。まったく、リュコスは自由気ままの旅で、私は寝る間も惜しんでイシタリア復興の式と。ぼやきなさんな、新宰相殿。人には向き不向きってもんがあらな。さてと、ではお元気で。旅の無事を願っています。おや、どちらかお出かけで？定時の巡回ですが、付き合いますか？いえいえ、滅相も。とりあえず多少の遅れはあるものの、だいたい予定通りというところですか。お忘れですか？リュミナです。ダイモスの妹のリュミナです。あ、いや、もちろん忘れてなんかいないよ。久しぶりだね、リュミナ。あまりに大きくなったので見違えたよ。そうですよね。ヌース様に遊んでいただいたのはもう10年近くも前のことですから。だけど、なぜこんなところへ？ダイモスならアリオス様とモンスター討伐の遠征に行ったきりで、戻ってくる目処すら立っていないが。別にお兄ちゃんに会いに来たわけじゃありません。実は私、ここで働いているんです。私にはお兄ちゃんみたいなことはできないけれど、それでも少しはイシタリアのお役に立ちたくて。働いている？ここで？はい。でも私、男の人みたいに腕力もないから、簡単な仕事しかさせてもらえないんです。慣れない力仕事なんかするから、美しい指と手が台無しだ。リュミナ、料理は得意かな？はい。では掃除と洗濯は？はい、私綺麗好きですから。でもそれが何か？よろしい。では私がリュミナにふさわしく重要かつ名誉ある仕事を与えよう。あの、それは？このイシタリアで一番偉く賢く、そして不幸な男の世話係だ。はあ。しかし、農村を襲ったゾンビどもを追ってきて、とんでもない大物に突き当たってしまいましたな。レイミア、あの邪竜ダルダンですが、その肉体の一部を切り取り作ったと言われるモンスター。おそらく我々が討伐しているモンスターの残党の中でも最強の部類に入る相手だろう。アリオス様、イシタリア自由戦士団からも何人か勇士を連れてくるべきだったのではありませんか？いや、レイミアが狂気の魔女と呼ばれていることからも分かる通り、魔法が使えるらしい。魔法を使う相手に多人数で戦うのはかえって危険だ。失われたはずの魔法が使えるというのは、やはり邪竜の肉体の一部から作られたからなのでしょうな。ん？扉だ。どうやらここが最上階のようだな。広いだけで誰もおりませんな。レイミア、レイミア、隠れたって無駄だ。ここにいるのは分かっているぞ。ん？貴様が狂気の魔女レイミアだな。その通り。よくここまでたどり着けたわね、アリオス。いや、アイネアス。
貴様、なぜゾンビを使って近隣の町や村を襲った？知れたこと。この美貌と魔力を維持するためよ。そのためには人間の生き血と肉が必要なのさ。さらった人間を食べたというのか？貴様、許さんぞ。覚悟しろ。覚悟するのはお前たちの方だ。よくもダルダンディス様、ここから生きて出られると思うな。ダイモス、行くぞ。はっ、ほら。何？あなた今何かやらなかったかしら？バカな、切ったはずだぞ。ダイモス、離れろ。はっ、ダイモス。さあ立ちなさい。命令よ。あの憎きアリオスを殺しなさい。何？ダイモス、どうしたんだ？ダイモス！何を言っても無駄よ。もはやその男は私の可愛い操り人形さ。なぜだ、切ったはずなのに。死ね、アリオス。はぁ、あ、さあ、アリオスにとどめを刺して親に。うるわ、アリオス。どうしたら、一体どうしたら。何？どういうことだ。私の剣に映っているレイミアは頭だけで動かない。もしかしたらこれがレイミアの。よし、うわ、勝負だ、レイミア。無駄なこと。ならばこれでどうだ。やはり実体は頭だけで体は幻だったのか。目がアノレ、よくもよくもこの顔に傷をつけおって。覚えているがいい、この償いは必ずさせてやる。待て。逃がしたか。アリオス様。ダイモス、大丈夫か？どうしたんじゃ、ピュラ。ほら、見て見て、お嬢様。アリオスがね、アリオスが。え、わあ、お嬢様。アリオス様がどうしたって。いや、その。ピュラ、大切な修行をサボってこんなところで何しとるんじゃ。それに毎度毎度わしの大切な鏡を持ち出しよって。太古の秘宝を覗きの道具に使うとは、この罰当たりめが。サボるということは精神を集中して修行をしておらん証拠じゃ。精神集中は魔法を使うための基礎も基礎、
あれだけ修行したのにもかかわらずそれすらできないとは情けないの。でもクレーネジュエルがなくなってもそう大きな混乱にはならなかったじゃない。魔法がなくたって困らないなら無理して魔法の修行しなくたって。つべこべ言っとらんで早く修行に戻らんか。はい。まったくもう急ぐんじゃピューラ、時が迫っておる。またあの方がお前の力を必要とされる時が。ここはどこ、一体どうして私こんなところに。誰かいるの？誰？アリオス、間違いない、アリオスだわ。何なの？あの巨大な影。ジャリュー・ダルダンディス。違う、違うわ。もっと巨大で邪悪な力に満ち、そして醜悪な姿で、そんなものが存在するなんて。いえ、分かっていた。私には分かっていたはずよ。ただ認めたくなかった、信じたくなかっただけ。平和を司る使命神イシュタリア、私に力を。そして再びドラゴンスレイヤーを封印から解き放ちたまえ。そんなバカな、ドラゴンスレイヤーが、ドラゴンスレイヤーが折れるなんて。アリオスの身に何か、うん、そんなはずないわ。第一ドラゴンスレイヤーは、だったら、本当にただの夢だったの？それと、いかがなされました、ソフィア様。メディア、このような時間に何か。何でもないの、ただちょっと怖い夢を見ただけ。そうですか。でしたらそろそろ中に入られた方が。雨に濡れますとお体に毒です。分かってるわ。メディア。はい。嵐が来るの？ええ、そのようですが、それが何か。おやすみなさい。嵐が来る。そう、嵐がまた。
2章、新たなる風の予感。喪失の神話がある。遥かなる昔、世界を創造した先駆者はこの世界を去る時に二人の神を遣わした。一人は創造と平和を司る女神イシュタル、そしてもう一人は破壊と混迷を司る破壊神ルーゴン。二人の神の存在によって世界の調和は保たれ、そして二人の神自身も相反する互いの存在によって自らをこの世界につなぎ止めていた。しかしある時、こともあろうに破壊神ルーゴンが女神イシュタルに戦いを挑んだのである。もしイシュタルが死ねば、ルーゴンもこの世界から消滅してしまうというのに。ルーゴンの意志のわからぬまま、戦いはイシュタルが勝利し、破壊されたルーゴンの肉体は世界の南へと落ちた。だがルーゴンは滅びたわけではない。なぜなら創造神イシュタルが存在する限り、また破壊神も存在するのであるから。すごい歓迎ぶりですな。本当にここがイシュタリアかと疑いたくなるような目覚ましい復興ぶりです。新しい城も素晴らしい。ああ、これもヌースがイシュタリアの新たな宰相として復興の指揮を取ってくれたおかげだ。おっと、噂をすれば。これはアリオス様、ようやくお戻りになられましたな。お帰りお待ちしておりました。久しぶりだな、ヌース。元気そうで何よりだ。いえいえ、アリオス様こそまさか生きてお戻りになられるとは思いもよりませんでした。おいヌース、
3年ぶりに会ったというのにその言い方はあるまい。なんだ、ダイモスもいたのか。俺がいると都合の悪いことでもあるのか。まあ2人とも。しかしイシタリア自由戦士団を通じて話は聞いていたけれども、これほど早く新しい城が完成するとは。まだ見ての通り外装は完全ではありませんが、内部の方はほぼ完成しております。では改めて、ようこそ生まれ変わったイシタリア城へ。中をご案内いたします。さあどうぞ。しかしなんとも大きな城ですな。ちょうどこの奥に私の執務室があります。まずはそこへご案内いたしましょう。ああそうしてくれ。いかがですかアリオス様、新しきイシタリア城の印象は。素晴らしいよヌース、とても上品な城に仕上がってる。お褒めいただきまして光栄です。後期の割には上等と自負しております。そうだ、何か飲み物をお持ちいたしましょう。おい誰か。はい。お呼びですかヌース様。ん、リュミナ、リュミナじゃないよ。お兄ちゃん。お兄ちゃんじゃない。だいたいお前こんなところで何をやっているんだ。何やってるはないでしょ、お仕事よ。へえ、ダイモスの妹なのか。ひどいなダイモス、妹がいるなんて一言も教えてくれなかったじゃないか。いえ、その別に隠していたわけではないのですが。よろしくリュミナ。私は存じておりますアリオス様ですね。申し訳ありません、お兄ちゃんがいつもご面倒をおかけしております。いや、私こそダイモスに頼りきっていていろいろ迷惑をかけてる。あのなリュミナ、私はダイモス。もうよかろう、感動の再会に割り込んですまないが、リュミナ何か飲み物を持ってきてくれないか。はい、ただいま。まったく、なんだその不満そうな顔は。ヌース、貴様にはもう少し分別があると思っていたんだがな。いくら私でも一人でできることには限度がある。私はこの3年間の全てをイシタリア復興に捧げてきたのだ。誰かに身の回りの世話をしてもらったところで罰は当たらんだろ。それに貴様を義理の兄などと呼びたくないし、弟と呼ばれるのもごめんこうむりたい。同感だ。それでイシタリアの状況は。復興は予想以上に進んでおります。ご覧になった通り、王都の主要部分は完全に復興いたしました。魔法がなくなった影響がないわけではありませんが、いや、人間とは強いものです。それはよかった。他の仲間たちはどうしてる。確か聖女ソフィア殿と神官騎士のメディア殿はパルティアに戻ったはずだな。魔法使いのピュラーとイエティのアルゴスも故郷へと帰ったのだが、ただリュコスがな。リュコスがどうかしたのか。彼は1ヶ月前船でイシタリアの南西にあると言われている新大陸アシュナールへ向かったのですが、それ以来消息がぷっつりと途絶えてしまったのです。リュコスが新大陸へ。何事もなければ良いのですが。うん、よし、私が探しに行こう。お止めしても無駄のようですね。承知しました。船ならばアリオス様が3年前に使われたローランディア号が港にありますので、それをお使いになればよろしいでしょう。早速用意させます。船旅も久しぶりですな。アリオス様、これからどうなさるおつもりですか。ユコスが向かったというのはイシタリアの南西の方角にある新大陸だったね。はい、ではこのまま南西に進路を取りますか。うん、いや、進路を変えるのはイシタリアの海域を出てからだ。その前にパルティアに寄っておきたい。そうですな、このような機会にしか訪れることもないでしょうから。それに女神イシタルの御冠を受けられるのもよろしいでしょう。うん、よし、進路をパルティアに取れ。あ、いや、メディア、久しぶりだね。これはアリオス様、わざわざパルティアまでおいでいただけるなんて。ああ、ちょっとね。ん？あれ？あそこの壁にあるあれは、もしかして。ええ、3年前、アリオス様がお使いになられた
ドラゴンスレイヤーです。どこに行ったのかと思ったらこんなところにあったのか。ヌース殿からお預かりしておいたのですが、お使いになられるのですか？いや、この剣を使うことはもう二度とないだろうし、使わないで済むような平和な時代が続くことを私は願いたい。そうですね。ところでソフィアはどうしてる？元気かい？それがこのところしばらく体調を崩しておられたのですが、とうとう一月前から寝込んでしまわれて。病気なのか？いえ、実は全く原因がわからないのです。高熱が続いて起き上がることもかなわぬご様子で。一月前から？それと不思議なことなのですが、ソフィア様の力が以前に比べて衰えているようなのです。なんだって？彼女には女神イシュタルの加護があるはずじゃないか。一体ソフィアの身に何が起こったというんだ？アリオス！ソフィア！ソフィア様、大きになられては。アリオス、戦いが、また戦いが始まるの？戦いに行くわけじゃない。実はリュコスがアシュナールで行方不明なんで、今から探しに行こうと思ってるんだ。アシュナール？だから心配することはないよ。ソフィアはゆっくり休んで体を治すんだ。アリオス、気をつけてね。大丈夫さ。さ、もう休んだ方がいい。メディア、ソフィアを頼んだよ。承知しております。さ、ソフィア様、お部屋の方へ戻りましょう。ちょっと待って。女神イシュタルよ、どうかアリオスをお守りください。ありがとう、ソフィア。では参りましょう。ソフィア。いよいよ新大陸ですな。しかし私は未だに信じられません。イシュタリアのような世界が他にもあったなんて。アリオス様、アリオス様。え？ああ、聞いているよ。いかがなされたんです？ハルティア神殿から戻ってからというものをずっと塞ぎ込んでおられるようですが、ソフィア殿と何かあったのですか？いや、元気だったよ、ソフィアもメディアも。そうですか。それなら良いのですが。外の世界か。私だってまだ半信半疑だ。何せイシュタリアはこれまでクレーネ・ジュエルの力によって世界から孤立していたからね。ジュエルが消滅して、ようやく私たちは外の世界に踏み出すことができるようになったんだ。アリオス様！アリオス様！アリオス様！どうかされたか、船長。お探しの船を発見いたしました。なんだって？前方の暗礁地帯で座礁しています。間違いありません。船名もレアメルドと確認いたしました。船長、直ちにレアメルド号に向かってください。すでに向かっております。ですが、その暗礁地帯にこの船で近づくことは…わかっています。ボートを一隻貸してください。私とダイモスで行ってきます。ではすぐ用意させましょう。天候が悪化しております。十分お気をつけください、アリオス様。なんだこのありさまは。これはただごとではありませんな。単に座礁しただけならここまで荒れるわけがない、うん、これは争った後だ。だけどおかしい。海賊に襲われたにしては略奪があったような形跡がない。これはまるで…そうです。これはまるで…アリオス様、危ない！はっ！トラッ！やはりモンスターか。これは一体どういうことなんでしょう？私にもわからない。アシュナールにもモンスターがいるのか、それとも全く別のところのモンスターなのか、推測しようにも私たちは外の世界についてあまりにも無知だ。そうですな。もっと奥を調べてみよう。何かわかるかもしれない。ここは船長室と書いてあります。リュコス、リュコス。誰もいないようです。アリオス様、これをご覧ください。航海日誌？リュコスの航海日誌か。はい、そのようで。何か書き残してるかもしれない。何か分かりましたか？いや、航海は順調だとか、セランという漁村の村長から不思議な宝石をもらったとか、別に大したことは。ん？
最後のページに何か書いてあるぞ。なんてこった、モンスターだ。どうやらこの船を狙ってるらしい。こんなところでくたばってたまるか。やはりモンスターに。リュカスはどうなったんだろう。ん、これは宝石。そういえば村長が宝石をくれたと書いてあったな。これがその宝石なのか。なんだ。かなり海が荒れてきたようです。アリオス様、そろそろローランディア号へお戻りにならないと。そうしよう。そんな降りないだと。たまらぬ、ロープを切ってしまえ。なんという波だ。アリオス様、ここは危険です。中にお入りください。私だけ中でじっとしてるわけにはいかない。私もみんなの作業を手伝おう。うわー、おい、大丈夫か。もうあっちに助けてくれ。待ってろ、今すぐ助けてやるぞ。アリオス様、ほら、捕まれ。何、どー。アリオス様、アリオス様、アリオス様。どうやら助かったみたいだな。ダイモスは、ロランディア号のみんなはどうなったんだろう。それに一体ここは。気がついたようだな。おい、貴様、大丈夫か。あ、ええ、そうか、ならいい。半分沈んでいた貴様をこの浜辺に運び上げるのには苦労させられたぞ。あなたが助けてくれたのですか。ありがとうございます。気にするな。では。ああ、待ってください。あなたのお名前は。それにここはどこなのです。アシュナールなのですか。その通り、アシュナールだ。この海岸の北にはラザンの港町がある。私のことを貴様が知る必要はない。縁があればまたどこかで会うこともあろう。さらばだ。何者なのだろう、あの黒い鎧の騎士は。そういえばラザンという港町が近くにあると言っていたな。うまくすればローランディア号が入港しているかもしれないぞ。行ってみよう。すごい賑わいだな。町の様子はイシュタリアの町と大して変わらないみたいだ。だが港にはローランディア号の姿はない。イシュタリアに戻らない限りまだこの近くにいるはずだ。となればいずれ港のある町を訪れる公算は大きい。仕方がない。それまでの間リュコスの行方を探すことにしよう。リュコス、聞いたこともねえな。悪いけど他を当たってくれ。リュコス。リュコスだって。リュコスね。ああ、確かお向かいのおじいさんがそんな名前だったような。あんた、息子の知り合いかい。息子だって。リュコスがアシュナール出身だなんて話は聞いたことがないが。わかった、息子のためにわざわざ見舞いに来てくれたんだな。ありがてえじゃねえか。息子ならこの通りをずっとまっすぐ行ったところにある水流亭にいるぜ。はあ、教えられた通りに来てしまったが、ここは酒場じゃないか。こんなところに本当にリュコスがいるのだろうか。すいません、まだ開店前なんですが。あ、いえ、そうではなくて、こちらにリュコスというものがお世話になっていませんでしょうか。まあ、あなたリュコスさんのお友達。ええ、まあ。リュコスさんならここの2階で養生しておりますわ。この階段を上った左の部屋です。さあさ、どうぞ。失礼します。リュコスさん、体の具合はどうですか。
どこかまだ痛むところはありますか？ああ、もうすっかり良くなったさ。すまねえな、世話かけちまって。いいんです、そんなこと。リューコス！リューコスじゃないか！よー、アリオス！元気そうじゃない！リューコス、無事だったのか？ずいぶん心配したんだぞ。座礁したレアメルド号を発見したときは気が気じゃなかった。あららら、そんなとこまで探しに行ってくれたのか。そりゃ悪かったな。だけどどうしてここに？いや、俺様としたことがドジっちまってな。情けねえ話よ。モンスターどもに船を襲撃されて命からがらボートで逃げ出したまでは良かったんだけど、そのモンスターってのがとんでもなくしつけえやつでさ、さすがの俺様も年貢の納め時だと思ったね。ボートが転覆したところまでは覚えちゃいるんだが、気がついたらこのベッドの上だったってわけ。そうだったのか。何せ動けねえもんだから、それから一月ずっとこのメルの家に厄介になりっぱなしさ。ほんと情けねえ話よ。あなたがリュコスを？はい、海岸に打ち上げられていたところを私が見つけ、父に手伝ってもらってここに運びました。そうでしたか。私はアリオスと言います。リュコスを助けていただきありがとうございました。いえ、そんなこと。だって傷ついた人を見捨てるわけにはいきませんもの。それで怪我の方は大丈夫なのか？ああ、メルの看病のおかげでバッチリさ。お？ところでアリオス命の旦那は一緒じゃなかったの？それが実は。リューコース！リューコースはいるか？リューコース！あの声は、まさか。ああ、リューコース。よう、元気そうだな、無敵将軍。ダイマス！アリオス様、どうしてここへ。はいはい、今日はリュコスさんの全開祝いだからね、どんどんやってちょうだいよ。もちろんうちのおごりだから遠慮することはないからね。いや、悪いね、おふくろさん。うちは怪我人から金取るようなせこい商売はしてないよ。あー、忙しい忙しい。だけどダイモス、どうしてここが分かったんだい？あれからアリオス様を探しながら海流に乗って進んだのです。するとほどなくしてこの大陸は見えまして、上陸して捜索を続けているうちに気がつくとこの町。ここはアシュナールでも一番南の港町なんですよ。そうだ、リューコス、先ほど貴様のお父上にお会いしたぞ。お父上？私も会った。その人がここを教えてくれたのだ。アリオス様もですか？しかし顔は貴様とあまり似てないな。貴様は母親にか？俺様の親父のわけないでしょ。だいたい3年前まで誰もイシタリアから外の世界へ出ることすらできなかったんだぜ。俺様の親父がこんなとこにいるわけないじゃない。それはメルの親父さんだ。どういうことだ？いえ、あの、お父さん、すっかりリュコスさんのこと気に入っちゃって、息子にしたいって。その、あのアリオス様、助けに来るだけ野暮でしたかな。おいおい、そこまで言うか？それくらいにしておいてあげなよ、ダイモス。あ、それよりリュコス、このアシュナールについて何か分かったことはあったかい？おっと、忘れてたぜ。そもそも俺様は冒険を求めてアシュナールにやってきたんだからな。うん、とにかくここは面白いほどのお宝の宝庫さ。きっとイシタリアと貿易すればがっぽり稼げると思うぜ。金と宝に目が行くところなどはやはり盗賊らしいな。盗賊？おい、変なこと言うからメルが勘違いしたじゃない。あのね、ダイモス、何度も言うようだけど俺様は義賊。そこらの泥棒連中と一緒にしてほしくないな。そういえばリュコス、これを預かっておいた。リュコスの公開日誌に挟まっていたんだ。こいつは。サンキューアリオス。不思議な宝石だろ。見ていると吸い込まれそうで。なんでもハンガーソウルっていうらしいぜ、この宝石。もうメルティナ、何ポケット座ってるの。せっかくのリュコスさんの全開祝いよ。
一曲歌って差し上げなさい。歌？そいつはいいや。実はメルはこの水流亭の歌姫なんだ。ここにいる連中みんなメルの歌を聴きたいがために毎晩ここへ集まってるのさ。おお、それはそれは、ぜひ私も一度拝聴させていただきたいものですな。私からもお願いします、メルティナさん。ほら、ここまでお願いされちゃったらもう断れないぜ。でも恥ずかしいです。今さら照れてどうすんの、自信を持ちなさいって。メルティナ、わかりました。あのステージの方へどうぞ。メルにとって歌は特別なんだ。いつもはちゃんとした衣装を着て歌うんだぞ。お、始まるようです。あのありがとうございます。皆さん、では聞いてください、私の一番好きな歌。どうしまったんだ、いきなり真っ暗になっちゃって。何？ようやく見つけたよ、アリオス。お前はレイミア。よく覚えておいでだね。今日こそこの目の恨み晴らさせてもらう。この固めの生首さん、アリオスのお知り合い。気をつけろ、奴は邪竜の体から生まれたモンスターだ。強力な魔法も使うぞ。ユコスはメルテナさんを頼む。ダイモス。はっ。はっ。はっ。そこだ。おのれ、なぶり殺しにしてやろうかと思ったけど、もう手加減はしないよ。はっ。選べ。うわ、ユコスさん、黒焦げにしてあげるわ。ユコスさん、ユコスさん。死ね死ね死ね。メルに助けてもらった大切な命を貴様なんかにくれてやるわけにはいかねえんだよ。はあ、片方の目まで。今だ、アリオス、ダイモス。よし、もう少しでローストチキンになるところだったぜ。おい、メル、メルってば。しかし、足のあるまで追いかけてくるとは、とんでもない執念深さですな。でも、これでダルダンディスの残党は完全に一掃したと言っていいだろう。さてと、ダイモス、我々はお邪魔のようだし。え？明日も早いことですからな。あ、そろそろ部屋に帰って寝るとしますか。おお、ちょっと、ちょっと！メル、もうアリオス、ダイモス。ローランディア号はこのラザンの北東の海上で待機中です。この前のしけで多少破損はしましたが、多分今頃は修理も完了している頃でしょう。これからいかがなされますか。リュコスを派遣して航海の目的は果たしたけれど、気にならないか、ダイモス、この大陸はモンスターで溢れている。まるでダルダンディスが現れた時のイシタリアのようにですか。そうだ、何かがこのアシュナールで起きようとしている、そんな気がしてならないんだ。私はもう少しこのアシュナールを旅してみようと思うんだが。無論私もお供させていただきます。ありがとう、ダイモス。いやー、悪い悪い、お待たせ。おい、リュコス、もういいのか。私たちを気にすることはない、時間はたっぷりとあるのだから、ゆっくり別れを惜しんできていいのだぞ。お心遣いありがとうございます。だけどご心配なく、言うべきことはちゃんと言ってきたもんね。リュコスさん、リュコスさん。まあ、そのなんだ、勝手に出てくのは悪いと思ってるさ。でもこれで最後ってわけじゃないだろ。
アリオスの手伝いが終わったらまたここに帰ってくるさ。約束する。だから泣くな。いつまでも泣いてるとネルのこと嫌いになっちまうぞ。リコさん、私じゃあな、ちょっと行ってくるぜ。俺様が帰ってくるのを首を長くして待ってな。ありがとう、リコスさん。私は平気ですから。もう大丈夫ですから。待ってます。あなたのお帰りをいつまでも。ただいまの出演。ダイモス、エバラマサシ。ヌース、塩沢カネト。リュコス、ヤオカズキ。ソフィア、佐久間レイ。メディア、勝木雅子。ピュラー、山本ゆり子。メルティナ、シーナヘキル。ランディス、柳田清幸。レイミア、平松明子。グラウル、中村秀俊。アマリエ、安藤アリサ。エナス、西勝隆二。ユミナ、横山千さん。クレーネ、小林優子。船員、長野光一。そしてアリオス、山口勝平でお送りいたしました。Thank you.